岡山。岡山市の暮らしやすい街づくりの取り組みを見つけに行く未来りんりん岡山。今回は人生の最後に備えておく人生会議についてご紹介します。坂本さん、11月30日は語呂合わせのいい看取り看取られということで、厚生労働省が定める人生会議の日となっていますけれども、そもそも人生会議とはどういうものなんでしょうか。はい、いつか来るもしもの時に備えて、自分が何を大切にしたいかを考え、周囲の信頼する人たちと共有しておく取り組みを人生会議と言います。それを手助けするのがこの人生会議実践ブックです。その冊子に自分の意思を書き込むことで、自分の思いを整理し、大切な人と共有できるわけですね。具体的にはどのような項目がありますか。主に自分が重い病気になった時や、死が目前に迫った時などに、家族にどう対応してほしいかなどがまとめられています。私もこの冊子で、これからの自分について考えてみました。中島さん、やってみていかがですか。死が迫った時のことを今まで考えたことがなかったんだなということをね、実感しました。この冊子では今までの自分を振り返りながら、もしもの時の希望を具体的にまとめることができるので考えやすかったです。人生会議実践ブックは市の施設、市が開催する講座で入手できます。そして今、西大寺緑化公園緑の図書室で人生会議の企画展示が行われています。見どころについて教えてください。はい、在宅ケアや地域包括支援、就活についての本の展示貸し出しをしています。若い世代の方からご年配の方まで、幅広い世代の方にご利用いただける本を集めましたので、図書館にお越しの際はぜひご覧ください。人生会議の企画展示はご覧の日程で開催されます。人生会議の重要性について教えてください。いざという時、およそ7割の人は自分で意思決定したり、望みを伝えることができなくなると言われています。後悔しない選択をするためにも、前もって家族や周りの人と思いを共有しておくことが大切です。気持ちが変わった時にも、その都度見直して話し合いを続けていきましょう。人生会議についての詳しい情報は、岡山市のホームページをご確認ください。